はい、ズキです。コンパクトなハイエンドスマホ Xperia 5 Mark II が国内発売されましたが、もう一つのコンパクト Xperia、 ライトユーザー、カジュアルユーザー向けの Xperia 10 Mark II とどちらがおすすめですかというご質問をいただきましたので、今回は両端末を比較したいと思います。といっても価格が違いすぎるので、 10 Mark II が5 Mark II にどこまで肉薄するのかという視点でご覧いただければと思います。Xperia 5 Mark II についてはこれまで Xperia 1 Mark II との比較編、そして全モデル初代 Xperia 5 との比較編という2本の動画をアップしていますので、ぜひ合わせてご視聴ください。 Xperia 10 Mark II についても動画を多数アップしています。ご参考にしてください。まずは本体サイズについて、 au 版を元に比較すると幅で約 1mm 10 Mark II が広いですが、高さは逆に 1mm 5 Mark II が高くなっています。厚みは 0.2mm 10 Mark II が厚いですが、サイズ感についてはほぼ誤差の範囲と言っていいと思います。本体重量については 12g 10 Mark II が軽いですが、持った感じそれほど大きな違いは感じません。どちらかというとサイズ感以上に10 Mark II が大きく感じます。本体価格については、はい、まだドコモからアナウンスがありませんが、 Xperia 5 Mark II は11万円前後となっています。Xperia 10 Mark II は au では約5万円で、ドコモでは約4万2000円ですが、格安 SIM 各社も取り扱っていて、俺たちのグーシムセラーこと OCN モバイル版音声 SIM セット販売では、通常価格税抜き3万2800円、税込み3万6080円のところ、10月23日11時までのセール期間中は税抜き2万7800円、税込み3万580円になり、さらに契約する回線が MNP の場合5000円オフとなり、月額330円のノートンモバイルセキュリティに加入するとさらに1000円オフとなるので、最大6000円オフ、端末価格最安税込み2万3980円になります。詳しくは動画説明欄リンクより OCN モバイル版公式ホームページをチェックしてみてください。また注意点を含めてこちらの動画でもご説明していますので、ご興味のある方は合わせてご覧ください。性能の比較に移ると、バッテリー容量は 400mAh、 Xperia 5 Mark II が多いですが、 5G 通信に対応しているためか、 au 版の比較では10 Mark II の方がバッテリー持ちが良いようです。通信速度は5 Mark II が圧倒していて、 5 Mark II は Wi-Fi 規格も最新の 11AX、 Wi-Fi 6 にも対応しています。ディスプレイはどちらも有機 EL で、解像度も同様となっていますが、サイズは Xperia 5 Mark II が 0.1 インチ大きくなっています。比較してみます。両端末でプレイストアを起動してみます。せーの、はい、だいぶ違いますね。ベゼルについてはやはり Xperia 10 Mark II が上下左右とも太い印象です。 Twitter の起動速度を比較してみます。せーの、この辺りも結構差がありました。 Xperia 5 Mark II はディスプレイの設定で、ハイリフレッシュレート設定、 120Hz 設定ができるので、オンにして Twitter のスクロールの滑らかさを比較すると、持ち手を変えて、10 Mark II はスクロール以前に基本性能でかくついている印象です。 Instagram にアップしているマグロを比較するとほとんど変わらないですかね。夜景の写真はどうでしょうか。 Google Chrome から Yahoo のニュースサイトを開くとこのような差となります。普段使いという点で防塵防水お財布携帯にはどちらも対応しています。生体認証もどちらも電源ボタン兼指紋センサーです。なおテレビ機能はありません。生体認証の認証速度を比較してみると、せーの、せーの、はい、10 Mark II もなかなか速いと感じます。外部スピーカーについても比較してみましょう。
Xperia 10 Mark II のスピーカーも5 Mark II 同様、ディスプレイの下部、ディスプレイを持った場合、正面に来るようになっていますが、ステレオではなくモノラルとなっています。基本スペックについては外部ストレージの推奨最大容量こそ同じですが、RAM、ROM とも 5M2 が 10M2 の倍の容量で、なんといっても CPU の性能が段違いとなっています。先ほど Twitter の起動速度を比較しましたが、普段使いで如実に差が出ると思います。ベンチマークスコアを計測してみます。Xperia 5 Mark II についてはこれまでリフレッシュレート 120Hz のパフォーマンス優先、そして前回カスタム設定で疑似リフレッシュレート 240Hz の高設定でテストしたところ、スコアがだだ下がりしてしまったので、今回は 120Hz のハイリフレッシュレートをオフにしてゲームモードでパフォーマンス優先でテストしてみたいと思います。アンツツベンチマークのアプリバージョンは 8.4.3 です。それではスタート。はい、結果が出ました。 5 Mark II はリフレッシュレート 60Hz、120Hz でもスコアにそれほど差は出ませんでした。両端末のトータルスコアについては比べるべくもないという感じで、ある意味価格通りの性能差と言えそうです。カメラ性能についてはどちらもトリプル構成ですが、画素数のほか 5 Mark II はツワイスレンズを採用しているなどの違いがあります。実際に比較したものをご覧いただきたいと思いますが、Xperia のフラッグシップモデル 1 Mark II と 5 Mark II に搭載されているフォトプロあるいはシネマプロは10 Mark II には搭載されていません。なのでどちらも通常のカメラアプリで比較します。モードについては10 Mark II はナイトモードを選択する形ですが、5 Mark II では夜景モードが自動設定となっています。画像サイズについては設定でこのように変更できます。ビデオ撮影ではビデオサイズがそれぞれこのように切り替えられます。 Xperia 5 Mark II は引き続き撮影中の画角の変更はできません。これに対し 10 Mark II はビデオサイズにもよりますが、録画中に2倍、 0.6 倍と変更可能です。それでは実際に写真と動画を比較してみます。正面右が Xperia 10 Mark II で左が5 Mark II です。まずは標準カメラの比較ですが、ちょっと逆光気味なので一応ピントは正面のビルに合わせています。結構明るさ違いますね。続いて望遠カメラの比較です。どちらも少しのっぺりした印象ですが、特に 5 Mark II はビルにしっかりピントが合っているためか、空の雲が白飛びしています。広角モードでは5 Mark II のコントラストがしっかりしていて、暗いところもよく撮れています。 5 Mark II を歪み補正優先から画質優先に変更すると若干魚眼レンズのようになりますね。近景撮影で増加を撮影しました。ポートレートモードにすると 5 Mark II はそれほどボケ味がない印象です。 10 Mark II は画角が随分変わってしまいます。 10 Mark II を少し離して撮影してみるとボケ感は出ましたが、ちょっと機械的でピントが合っていない印象です。 5 Mark II も距離を取って撮影すれば少しボケ味が上がりました。夜景モードについては少しきつい環境で撮影しましたが、 10 Mark II もそれほど悪くないと思いますが、どうでしょうか。続いて夜間の動画撮影比較です。はい、ということで Xperia 2020年のコンパクトモデル2機種をさまざまな角度から比較してみましたが、いかがだったでしょうか。約7万円の価格差をどう捉えるかによると思いますが、個人的には Xperia 10 Mark II もなかなか頑張っていると感じています。ただ Xperia 10 Mark II が搭載している Snapdragon 665というのは非常に低スペックで、普段使いで少し重めのアプリを起動するともたもたしてしまうので、せめて Snapdragon 675、TCL プレックスが搭載していた CPU ですね、もしくはリノア A が搭載していたスナップドラゴン710あたりを載せてほしかったところです。
Xperia 5 Mark II については iPhone 12 mini とも比較してみたいと思っていますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。ご覧いただいた方のスマートフォン選びの一助となれば幸いです。本日もご視聴ありがとうございました。ではまた。